ピーター・グリーンは、イングランド出身のミュージシャン、ギタリスト。ブルースロックの分野で活動し、フリートウッド・マックの創設メンバーとしても知られる。ローリング・ストーン誌選出、歴史上最も偉大な100人のギタリスト2003年で38位、2011年改訂版で第58位。フリートウッド・マック時代10歳の頃からギターに興味を持ち、その後、ハンク・マービン、マディ・ウォーターズ、BB キング等に影響を受ける。ピーター・バーデンスのバンドであるザ・ピーター・ビーズで後の盟友ミック・フリートウッドと出会う。そして1966年にはジョン・メイウォール&ザ・ブルース・ブレイカーズにエリック・クラプトンの後任として加入する。クラプトンの後釜として期待以上の反応に応えてグリーンは名声を得る。フレディ・キングのザ・スタンブルのカバーを収録した1967年のアルバムジョン・メイウォールとピーター・グリーン、ブルースの世界をリリース、同年グループを脱退する。1967年にリーダーグループ、ピーター・グリーンズ・フリートウッド・マックを結成。グリーンは演奏と作曲面でも中心的存在を担った。1968年にマイク・バーノンのブルーホライゾンレーベルとレコーディング契約。CBS レコードからファーストアルバムピーター・グリーンズ・フリートウッド・マックを発表する。同年発表のシングル曲ブラック・マジック・ウーマンは後にサンタナのアルバム天の守護神でカバーされた。1968年8月発表のセカンドアルバムミスター・ワンダフルには後にゲイリー・ムーアやエアロスミスがカバーしたストップ・メッシン・ラウンド収録。1968年11月にリリースしたシングルアルバトロスが翌年全英1位のヒットとなる。また1970年のシングル EP グリーンマナリシは後にジューダス・プリースト殺人機械でカバーされた。1970年にドラッグのご使用が元でフリートウッド・マックを脱退せざるを得なくなり、同年全曲即興的なインストゥルメンタルである。ソロアルバム、エンド・オブ・ザ・ゲームをリリースをして、しばらくシーンの一線から退くことになる。この頃に愛用していたギブソン・レスポールをゲイリー・ムーアに無料同然の値段で譲り渡した。1970年代の大半を LSD の後遺症による統合失調症や幻覚が原因で活動を停滞させるが、1970年代後半に PVK レコーズとレコーディング契約。1978年にはミック・フリートウッドのソロアルバムビジターへの客演をきっかけにしてギタリストのスノーイー・ホワイトのサポートを受けてソロ活動を再開、アルバムをリリースする。1990年代からゲイリー・ムーアやピート・ブラウンらによるピーター・グリーンの楽曲の再評価を受けて本格的な演奏の復帰期間に入る。1990年代にギタリストのナイジェル・ワトソン、コージー・パウエルやニール・マーレー等と共にピーター・グリーン・スプリンターグループを結成し、1997年に初のアルバムを発表。パウエルの交通事故死とマーレーの脱退によりバンドはメンバーチェンジをせざるを得なくなるが、1999年にはグリーンにとって初となる日本公演を行い、充実したグループにより2004年まで活動を継続した。近年のグリーンしばらく音沙汰がなかったものの、2008年にはギターヒーローさんレジェンド・オブ・ロックの発表の席にゲイリー・ムーアと共に参加。その後、2009年から2010年にかけて、ピーター・グリーン&フレンズとしてイギリス、ドイツ及びオーストラリアツアーを行った。2020年7月25日、73歳で死去。ありがとうございます。